大丈夫？お、西村さん。なんか買い出しの時から様子が変だったから。分かっちゃった？うん、なんとなく。あのね、西村さん、僕は西村さんが好きなんだけど。でもそれが日野くんとか足立さんとか笠原さんとか他のみんなのことが好きってこととどう違うのかが分からなくて、ただなんだか他の人とは違うような気がするんだけど、僕は今の僕は西村さんとキスしてもいいのかな？それじゃダメ。いつか高田くんがキスする相手は私かもしれないし、私じゃないかもしれないよ。でもそれが誰でも、もっと高田くんが心の底からキスしたいって思えるようになってからがいいと思うよ。僕は西村さんと心の底からキスしたいと思ってるけど。ちょっとちょっと、何二人きりで話してるの？怪しいわね。笠原さん、高田くん、こっちで一緒に飲もう。うえい。うん、すぐ行く。すぐよ、絶対すぐ来なさいよ。ほら、もういいでしょ。ちょっと飲みあれ、本当にジュースなんだよね。うん、だと思うけど。行こっか。あ、うん。さっきの話、いつかまた相談しようね、西村さん。